上に対して上で言ったらこう、下で言ったらこう、はい、ストレートもそうです。こういう上、下、はい、これも練習できます。なのでジャンプも上の方打つ、はい、次下の方打つ、あ、それストレートですね。はい、そうっす、そう、そうっす、うまい、はい、取られた感じ、そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そう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 、慣れてきたら今、慣れてきたら、もう1回ずつじゃなくて、上、下、上、はい、そういうこと、そういうこと、だから良くなったのは、多分その足がちゃんと動いてきました。手だけじゃなくて、リズムでこうやって1、2、3みたいな感じで、そうそう、そう、やると楽に打てるんで、はい、手だけで疲れるけど、はい、1、2、3、そう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 、うん、1、2、3、そうそう、足と一緒に、はい、足、足、足の力があります。はい、なのでちゃんと足が動いてるかっていうのも確認してほしいです。そうです、そうです。はい、やってもらうといいです。で、ストレートも一緒です。ストレートは、そうそうそう。そう、つま先がちゃんと向いてるかなとか、はい。そういうことする。そう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 。僕やったらこうやって、ちゃんと向いてるかな、向いてるかな、みたいな感じで確かめます。だから、ここのお腹が回ってるかどうかをチェックしてほしいです。そう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 。そういうこと、そういうこと。で、ストレートだけが分かりにくかったら、ちょっと遠いところから、ワン、ツーとかってやると、ちゃんと足が、ついてこないといいけど打てないんで、はい、そうです。そう、遠目で振り込むと、はい、で今ストレートがちょっとこうなってくるんで、基本に対してこういう感じですね。はい、ワン、ツー、そう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 、うまいうまいうまい。さっきの僕より身長低い人やったら、もう一回さっきの紐ギリギリ言ってください。ワン、ツーってやるとすごい僕のこの胸元なんですけど、多分身長同じぐらいの人やったら、顎引いた時にちょうどの当たりだと思います。相手のこれ喉元みたいです、自分の身長ぐらいでしょ、うん、はい、僕なんて胸ですよ、はい、で上下、そうそうそう、やるとしっかり腰の入ったパンチが相手の喉元に来る感じですね、そうそう、で上ジャンプは逆に上の方打っちゃいますね、はいはい、そうすると目隠しになる、この手が見えにくくなるし、はい、そういうこと、そういうことです、はい、でしっかり足を足入れないですね、ジャンプ、そうで、そういうことです、で手がここから離れると見やすいです。ここにコンパクトにしまっておけば 見づらいので、はい。そう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 、うまい。そう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 。なんで、ワン、ツーってやるといいですね。ちょっと離れといて、ここから知っとって。でそこから飛び込む感じで、ワン、手下がった。見せられた。はい、せーの、ワン、ツー。そういうこと、そういうこと、そういうこと。はい。